10月3日土曜日の全国の天気をお伝えします。北日本では雨の降るところがありそうです。早速天気図で見ていきましょう。高気圧圏内となるため九州から東北にかけて特に太平洋側を中心にしっかりと日差しが届きそうです。ただ北日本には低気圧や前線が通過していきます。このため北海道や東北の北部を中心に傘の出番がありそうです。それでは降水予想です。北海道を中心に見ていきましょう。朝から雨が降ったりやんだりしそうです。全道的にベタっと雲が張り付くというよりは活発な雨雲が次々に流れ込んでくるようなイメージです。強雨や雷雨の可能性があるためご注意ください。また道東エリアでもお昼頃からは急な雨に要注意です。では気温についてもお伝えしていきます。午後2時の予想気温を見ていきますと関東から西のエリアを中心に昼間の気温は25度を超えそうです。また東北や北海道も予想最高気温は15度から20度程度。日差しが届くと西東日本は少し暑さがありそうです。北日本では日差しがありませんが過ごしやすいこの時期らしい体感となりそうです。また一日の気温差にも注意をしてお過ごしください。以上全国の土曜日の天気をお伝えしました。